ぽんちゅん。はい、おはよう。また今日も一日が始まります。パパはですね、お仕事のめどがついてきました。めどついたけどまだ終わらせていません。あ、ごめんね。大丈夫って思った瞬間に力抜けちゃってですね、今日の午後やろうかな。まああとはちょっとやるだけだからね。ということで、ジャン君は、あ、いで、はい、あいでいで、あいで、あ、変なところです。そこですか。トイレ掃除しなきゃ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンぐるぐるいっています。ポンがぐるぐるいっています。ポンちゃん、いいか。ジャン君もおいでよ。ジャン君、どうしたの？どうしたの、ジャン君？ジャン君、襟が横になっちゃってる。さあ、朝ごはん作ってこようかな。なんか、たまには珍しいものと思うけど、珍しいものを思いつかないな。別に、朝ごはんは特に、そんなことないよ。そんなに毎日通ってなくて平気だよ。人のためじゃない、自分が食べたい。なんかね、うん、でもネタは一緒だから、やり方でね。行ってきます。エリ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 エ。ジャン君、そろそろ仕事を始めたいな。そしてポンちゃん、そろそろ仕事が始めたいな。ジャン君とポンちゃんにモテモテになっているんですけれども、仕事になりません。そろそろいいですか、ジャン君。はい、テーブルの上には2人の猫が、仕事を始めようとしているところですが、生配信の時間が近づいてきたので、一旦仕事は諦めてですね、生配信の準備をします。このような形ですね。はい、ゆっくりしてってください。あなたたちが、主人公というかね、なので、ここにカメラを持ってかなきゃいけないんだよね。はい、はい、ジャン君。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、おいで。ポンちゃん、ポンちゃんはですね、もうだいぶ長いこと、3時くらいからだから2時間40分くらい、暑い向こうの部屋の方に行っています。はい、ジャン君ちょっと迎えに行ってみてよ。はい、あ、来た来た、ポンちゃん、あ、おいで、はい、おいでおいで、はい、暑かったでしょう。うん、はい、うん、ポンちゃん、ジャン君もおいで、ジャン君、あいでおいでおいでおいで、ジャン君、
ちゃん。はい。お茶、お水飲んだ方がいいよ。ジャン君、ジャン君も今寝起きなんですよね。そして甘えに来ている声でポンちゃんは誘われてここまで来ました。おいで、おいで、ジャン帰って、ジャン、ジャン君、カイちゃん君、あれで、そこで止まるんですか、ジャン君。ポンちゃんがあっち行く、溶かしてあげるよ。よいしょ、ジャン君。あれ、ジャン君釣れないね。はい、ということでポンちゃんお水飲みなさいね。暑いとこずっといたからね。はいはい。